やっほー、皆さんこんにちは、翔ちゃんです。結局味で煮るは手でやった方が早いかなーっていうね、ハンドルね、感じです。ちょっとまっすぐ行けてるでしょ、こっちの方が、ですね、やっぱりちょっとあぜにこう若干当てながらこうやる感じなんで、機械がこうやっちゃうとこう毎日グラグラしますね。セッティングができてないなのからかもしれませんけど、やっぱり直進オートは使いづらいですね。物は綺麗でしょ。ちょっとこっちに当ててる感じですもん。あぜが登ってかない、登っていくかどうかぐらいでこう当てながらやってれば、まあ、大体まっすぐ。ちょっと今喋ってたな、分かった。だこれを直線でやると、ここでまあ AB 消去ですかね。でここで A 点取って5メーター進んで、B 点取ってアシストできるんですけど、結構常にこっちをハンドルを当ててなきゃいけない状況っていうのはなかなか自動ではやってくれないんですよね、いまいちね。逆にイザイザしちゃって、こうほら登ったり降りたりとかグネグネしちゃいますね。まあできなくはないけど、まあ曲がってはないけど、どうしてもこうグネグネしちゃうんで、手でこう当ててた方が全然楽ってことが分かりました。というわけで結論、アデノイルは手動運転でやりましょう。ちょっとこうね、水分足んないで、まあまあ悪くない汗かと思います。というわけで、まあ天気見ながら、うん、まあ、アゼノリウムもう少し乾いてきたんで、乾いた系の作業をやって、今度雨もらったら具体的に全部やろうかなと思います。もう一回きっちりね、説明書読んでやっていきたいな。ちょっと読んだんだけどな、やっぱこの高さとかの色の設定が超大事です。はい、じゃあまた撮っていきます。バックカメラも結構便利だねこれ。はい、バイバーイ、よしお茶でした。バイバーイ、プップー。Boop boop.